イータン・トーマスは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク市出身の元バスケットボール選手。NBA のワシントン・ウィザーズなどで活躍した。シラキウス大学から2000年の NBA ドラフトで、ダラス・マーベリックスから指名を受け NBA 入り。マーベリックスでは、出場機会がなく、2001年2月の呪文、ハワードらとの大型トレードで、ワシントン・ウィザーズに移籍。 トーマスはウィザーズで多くの出場機会を得ることになる。その後2001年にウィザーズに入団したブレンダン・ヘイウッドとは常に出場時間を争うライバル関係にあった。トーマスやクワミ・ブラウンとの先発争いを制して4シーズンの間ウィザーズの先発センターを務めてきたヘイウッドだったが2006からレナのシーズンはトーマスが先発の座を獲得。 そしてこのシーズンの11月にはついに口論から暴力沙汰に発展した。ヘイウッドはトーマスのドレッドヘアをつかみ、トーマスはヘイウッドを床に投げつけた。二人とも一試合の出場停止処分を受けたが、その後ヘイウッドはトーマスから先発の座を奪還。翌2007から08シーズンはトーマスに不正脈が発覚するという不幸が襲ったため、 結果的にヘイウッドには多くの出場時間が割かれるようになり、成績を10.6得点7点リバウンドまで伸ばすことができたが、翌2008から09シーズンは今度はヘイウッドが右手首の故障でシーズンをほぼ全休したために、前日の不正脈を克服したトーマスが、再び先発の座を奪還した。2009年の NBA ドラフト開催日、 ミネソタティンバー・ウルブズに移籍するも、1ヶ月後に、オクラホマ式サンダーに移籍。トーマスは、オクラホマ州タルサに自宅を所有していたこともあり、サンダーでは、準、地元選手、として出迎えられた。2010年夏、アトランタホークスと1年契約を締結。ホークスでは13試合の出場に止まり、その後は契約するチームも現れず、引退した。ありがとうございます。